エンリコ・フミヤは、イタリアの工業デザイナーである。フミヤデザインはアソチャーティの代表を務める。伝統と革新を巧みにバランスさせる、カーデザイナーとして有名。オノが最初の顧客であるという概念のもと、機能性を優先した革新を実現する。無駄のないスタイリングで、完全な調和が図られた上、意志が貫徹されたデザインを特徴とする。ピニンファリーナ時代には、 アルファロメオの伝統的スタイルの発展型として164をデザインした。164では一時期のアルファロメオでは目立たなかったフロントの縦型グリルを大きく配置することで1990年代の同社のデザインの基調を作った。アルファロメオ GTV、スパイダーのデザインではボディ側面に164と同様の彫り込みを入れているが、 それを前方へ向けて傾斜することで正当的なキャラクターラインとは大きく異なる斬新さを盛り込み、一方でエンジンフードの開口部、ソフトトップカバーとフェンダー、ドアハンドルとエアアウトレットなど機能を表現している。これは、携帯は機能に従うという前提に基づき、スタイルと機能の不可分性を大切にした結果であると語っている。ありがとうございます。